やっと涼しくなりましたね。こんばんは。まあいろいろあったんですけど、もらったものもいろいろあって、自慢します。子供からもらったんです。じゃじゃん、絵です。 まあ年齢ぐらいいっちゃっていいかな。4歳の子からもらいました。もう前ね、絵描いている姿がただ可愛いって感じで見てたんですけど、もう線が綺麗に描けちゃって、やっぱ力ついてくると、なんていうかな、意思表示できるようになるんだなって感心するばっかりですね。まあでもこの若い力もすごいですけど、この少子高齢化社会ね、本当に20代で成功しようなんて30になって思いますけど、本当そんなこと無理ですから、思わなくていいと思いますよ、本当に20代の人。どうしたらいいかな、不安だな、30になった今思いますけど、普通に素直で聞く耳持ってるやつには、ちゃんと経験ある人が、もうそれ以上教えなくてもうお腹いっぱいですってくらい、教えに来てくれますから。本当。まあかといってね、この少子高齢化社会で若いやつがもっと引っ張っていけよって、そんな支離滅裂なこと言ってもしょうがないですしね、本当。ちゃんと、まあ若い人に向けて言っちゃうけど、聞く耳も持ってるやつには、もっとこうした方がいいんじゃないって言ってきてくれたり、まあ僕に何かね、言われたりもよくするんですけど、なもんできるわけねえよって感じで聞いてるんですけどね。まあいつか思いのほかできてたらいいなって感じで生きてる今日この頃ですね。AD なんかもね、いつかジョンが聞いたら開いた口が塞がらないっていう感じのギターソロを上手くなりたいですけどね。 まあいつか叶うと信じて生きていった方が楽しいかなって最近そう思いますね。本当ね。まあでも僕の一番好きなジョンですら20代で成功して、なんか失敗したりいろんなことがあっても、それでも今こうして世界巡ってますからね、夢ありますね、本当。本当、経験豊かな人間になっていきたいですね。以上です。いやー、いろいろあったんですけど、ちゃんと夢見てます。ぐっ。